はい、皆さんこんにちは。エグザイル事務局のあきらまるです。今回はですね、皆さん耳が痛いかもしれませんが聞いてくださいということでやっていこうと思います。はい、本日ね、バトルオブ東京が中止もしくは延期というね、声明が公式から発表されたと思うんですけれどもね、やっぱりどっちかって言われますと、やっぱり中止の可能性の方が高いのかなと個人的にはね、思っております。はい、理由としてはね、いくつかあるんですけれども、まず一つ目がね、やっぱりスケジュールの確保。今回ね、総勢何グループ、8グループぐらいあるでしょう。でかつね、50名以上いると思いますので、スケジュールの確保がなかなかね、苦労いることだと思います。はい。で、二つ目に関しましてはね、やっぱり会場の確保。LDH 以外のね、アーティストさんもね、会場、京セラドーム使いますので、なかなかね、これもね、苦労いることだと思います。で、三つ目がね、やっぱり9月15日までに判断、意思決定を行わなければ、ならないっていうところなので、なかなかね、期間が短い間で、スケジュールの確保と、会場の確保をすることは難しいことだと思いました。ですので、僕は、やっぱり中止の可能性の方が大きいのかなと思いますが、全く、延期の可能性がないっていうね、ことでもありません。やっぱり、今回ね、公演数も多くないじゃないですか。はい。前後公演で、約半分がね、今回中止もしくは延期ってなってしまったところで、やっぱり LDH としてはね、ファンの人たちに申し訳ないという思いからね、もうなんとか、苦労して延期させることができるっていうね、可能性もございますので、9月15日までね、皆さん耐え抜きましょうということで。